狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの少し眉間のシワが。セキロか。これは。こやつらは切っても切り、時に極めたか。おお、セキロ、大尾じゃ。しかと。セキロよ。天狗殿。わしはもう少しここで涼んでいく。行け、セキロよ。
覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。どうした？よどみのあふれで、やがて。なんだ？あいにくとじゃが、あとは。あとは。
Yeah.
くよ。行くぜ。みがあるところ行く。あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。置いて行かれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている？みんなに置いて行かれてしもうたんじゃ。みんなと？みんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。
頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。
こちらを菩薩様をご覧あれ。皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花を探さなきゃ。どこにあるんじゃろう。真っ白いお花とはこれか。ああ、それは、おー、思い出したぞ。皆は、オチの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろう。坊様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。わかった。おお、ありがとう、ありがとうな。よし、少し怖いけども、それじゃあやってくんろ。我が息子の剣、その刀、置いていけ。愚かなり。Thank you.
猿が三匹。一つはカラカ。いや、そんなことはないですよ。あの人は目つきは確かにいいとは言えねえです。だけどもとてもいいお人です。おい、ん？おお、あんたか。よく来てくれたな。ほーら、みな、忍びさんも来てくれましたよ。ああ、巫女様たち、ちゃんと挨拶しなきゃ。ん？ああ、そうか。忍びさんには見えないか。墓地の巫女たちか。そうさ。見えないけれども、いるんだよ。みんな、かわいい子たちじゃ。さて、あんたには、礼を言わなきゃなんねえな。こいつを受け取ってくんろ。本当に本当にありがとうな。どうかお許しください。
あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にて終わりいたしましょう。何故不思議りよ。抜けぬ刀とご存知か。ああ、抜けぬとはそれでも試されるのですか。抜こう。そうですか。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは流陰の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。流陰を断つ術があると。うん。つまり巫女は流陰を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、私は越智の巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流陰を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど流陰が人の生き方を歪める。それを憎むのは巫女の忍びよ。私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。
誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい、誰を呼んでおる？お主わしは熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か？明かせぬ。明かせぬとな？さては忍び衆でござるか？明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか？音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。ステローに行ってみるといい。なるほど、あそこか。ああ、井戸穴の底はステローともつながっておると聞く。たどっていけば調べにたどり着くやもしれぬな。不審を見回るが我が務め。いとまがあらばステローを訪ねてみまする。井戸穴の底は、
忍びのお方、お役目を果たしていただき礼を言います。あの人は今ステローの施術場に。これで試しが進む。きっと師匠も満足するでしょう。これは謝礼です。どうかお納め。そろそろ私、あなたは役目を果たしてくださった。我が師と共になさねばならぬ。鍛錬を積んだ屈強な侍ならば、どうか。なるだろう。支度を。は、落ち水を用意いたします。これも芦名のため。始めるぞ、牛よ。はい、どうか。あれはもはや人ではない。おい。ああ、忍びのお方ですか。どうした。いいえ、何でもございません。忍びのお方、師匠がこれをあなたに。用立てをお願いいたします。司祭は、それがあれば施術はまた一つ前に進むでしょう。